松本以外は解雇だなって、うん、お前がチーム持ったらそうしろよ、お前が松本を引き抜けよ、逆に多分そうなんねえから、そうお前の評価とチームの評価多分違うから、頑張れよ、チーム持っちゃえよ、まだお前は何者にもなれっからよ、頑張れよ。アベマズ応援してましたが、次の M リーグで同じメンバーじゃない可能性はあります。はい、契約更新してないんで。みんななんかさ、来年も頑張りますっていう、なんか白鳥とか松本とか日向さん言ってたけど、来年も頑張りますって言ってたけどさ、契約もまだ更新してないしさ、契約書も見てないのに分かんねえじゃん。頑張れるチーム持ってますよ。森井匠、森井さん頑張ったもんね。森井さん結構麻雀界のこと頑張ってチーム持ったもん、監督になったもんね。そうそう、アベマズのファンクラブ入ってさ、 M リーグのこと頑張って勉強してさ、麻雀界のことも頑張って勉強してさ、チームの監督になったもんね。うん、確かに森井さんぐらい頑張ったら君もなれるじゃない。うん、そしたらあの森井さんみたく、誰、渋川見つけた、堀見つけたってできんじゃない？なあみんな、実際森井さん頑張ったもんな。よく俺言うよ、あの藤田さんに言ったことある。森井さんがその一番監督してるよねって俺言った。藤田さんに言ったことある。ちゃんと監督を仕事にしてるって、うん、まあ別に、いやいや、でも本当にさ、茶化してるわけじゃなくてさ、人間は何者にでもなれる可能性があって、例えば俺のことをこうやって見てる3000人がいて、この3000人の中にどっかの会社に勤めてて、で麻雀が好きだっつって、でその会社が M リーグのチームを持った時に監督になる可能性あるわけだよ。それはあるよ。うん、めちゃくちゃ頑張りました。だからまあ、だからそう、 M リーグ内部のことあんま聞くとさ、答えられないこともあるけど、まあ、ビーストみたいにこれからもね、入ってくる人がいるかもしれんから、うん、10チーム制、俺は個人の話するよ。俺は別に9チームのままでいい。まだ、いやこれ名言でも話したんだけど、まだ M リーグの今36人がのうち、まあいいや、稼ぎ、知名度、いろんなことで下10人がちゃんとある程度の知名度、ある程度の収入、いろんな将来の不安がなくなんないと、下10人をコロ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 変えてっても俺は嫌だ。だからちゃんと、それか俺がその M リーガーのセカンドキャリアっていうか、 M リーガーじゃなくなった後の、まあ、配信者としての麻雀プロとしての将来の道をもう少し作るまでは待ってほしい。何度も言ってる、俺たちは M リーグで不幸になるやつを出したくねえんだよ。俺はみんなが大石さんみたいに何千万も稼いで好き勝手喋って、こんなやつ俺しかいねえからさ、 M リーガーになって不幸になるやつなんて見たくねえからさ。いや、首制度でさ、俺は首制度あんま好きじゃねえけど、あっても9分の3だったらあってもいいかな。9分の3に2連続だったら、うん、その代わり、まあ、俺が監督だったらマジでもうヘリクスのようなことするね。もうチームを5人にしちゃう。もう1人コーチにしちゃう。それで毎年一番悪いやつをコーチに回す。5人いて、例えば大井、白鳥、松本、日向 でもう1人 A さんっていう人をアベマズにしちゃうの。それでこの4人の中で一番悪い人、評価が低い人、それはもう成績だけでもいいし、いろんな総合的貢献度とかでもいいし、グッズの売れ行きとかでもいいし、それこそ視聴数でもいいよ。お前の出てる試合は少ねえっつって、人が少ねえっつって、これでチェンジ。そしたら一生5人でやれるの、うん、まあ入れ替えもドラマになってんのはわかるよ。うん、それはわかる。ぬるま湯ってね、思っちゃう人もいるからね。でもそれぐらい長期スパンで見ないと、1年で20回しか打たないんだからね、20回とか23回しか打たないので、1年2年の結果でどうこうより、やっぱ10年5年でいいよ。せめて5年与えて、5年間でダメなやつ、5年間で一番ダメなやつがクビになるぐらいならいいけど、いや俺ね、視聴数とグッズの売り上げとかは大事だと思うよ。俺は M リーガーとして企業のユニフォームを背負って麻雀をやってるんだから、サイバーエージェントのことはすげえ考えてるし、アベマが黒字になってやってよかったと思ってるよ。そのメディア部門が、エンタメ部門が黒字になって、アベマ単体はまだ赤だけど、
や、これってすごい大事なことで、俺は藤田さんに恩返ししなきゃいけないし、サイバーエージェントっていう会社でやってんだから、サイバーエージェントの社員さんも株主さんのことも考えてるよ。当たり前でしょ。俺が数字を取れる、俺がグッズの売り上げがいいとか、当たり前でしょ。俺異世界漫画なんて角川のどれだけ買ってると思って、マジで。俺はだって角川が M リーグにいるから、まだ森井さんいた。うん、そうっすね、森井さん、一緒に頑張りましょう。うん、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。こっちの動画も見てね。